開けちゃってるんですけど。はい。何ですかこれは。目覚まし時計です。マリオの35周年。一番くじ。もう結構何年か前なんだけど。ラストワンショーだよ。ねえ。メルカリで買ったんだっけ。うん。おじいちゃんおばあちゃんからのクリスマスプレゼントだね。クリスマスパンゼント。クリスマスプレゼントだね。はい。はい。でこれがね、22分だったら鳴るようになってるから、あと2分。でちょっと説明してよ、これ。はい。まず何が映ってるかというと。まあ、いっぱい映ってますね。マリオと。マリオ、ピーチ、クッパ、これキノピオ、ルイージ、クリボー。クリボー。クリボーが何？クリボー、目がいっちゃってるね。それさ、なんか、いろいろなんか画像で、ね。これ USA とかさ。あ、そうなの？これ USA。マリオ USA。あとは？あと、これスーパーマリオ。これは一番最初期のやつじゃん。うん、それで、あとこれがね、スーパーマリオワールド64でサンシャインとか、これはスーパーマリオブラザーズ U デラックスかな。あとこれはオデッセイとか 3D ワールドとか。あと1分。あと1分だからちょっと遊んでよ。じゃあ裏側見てみろ。裏側はどうなったの？裏側特に白くなってるだけだから。でもこの絵は見えるんだ、ちゃんと。うん、ちゃんと。綺麗だね。なんかこっちの絵の方が綺麗だね。本当だ。ね。どういうこと？どういうこと？こっちの方が普通綺麗のはずなんだけど、ね。でもちょっと違くない？ちょっと違う。この35周年も白見えればよかったね。こっちはよく見える。またなんか違うんだ。また。ないかな、マリオメーカーって。すごいなって、これね。よかったね。うん。これもかわいいね。てれってってってじゃあこんな感じ？はい。じゃあバイバイ。